受け止められて、そしてまた表現できる歌なんじゃないかなっていう感じです。ご本人を目の前にしてなんですが、宇崎さんという男性はどんなふうな、はい、憧れの人なんです。いや、だまだうまいこと言うんだよね。本当にうまいこと、また頑張ってきました。本当にそうなんですよね。なんて言うんだろう、すごくね、最初にだから宇崎さんに曲書いてほしいなと思ったのも、そういう部分もあったりなんかしてね、あ、すごく素敵な人だなと思って、うん、最初に宇崎さんのファンになって、それで、まあ、全くその当時からすると私が歌ってた歌の感じと、それから宇崎さんが作り出していってる音楽の持ってるものと全然違ったわけですよね。だからすごい大冒険ではあったんだけども、まあ、絶対歌いたいって言って頼んで歌わせてもらったような感じなんですけど。そうですか、はい、じゃあ桃井ちゃんの方から。そうですね。さて、それではその宇崎さんの作ってくださった曲を、はい、この後また2曲続けて桃井ちゃんに歌っていただきたいんですけど、はい、今度は、絶対絶命と、それからプレイバック。ワン、ツー、ワン、ツー。夕暮れ迫るカフェテラス、その人は白いハンカチを噛む、薄い指には銀色に輝く指輪があたし弾ける。そこへ彼、遅れてきた彼、二人とも落ち着いてって言ったわ。三人模様の絶対絶命、さあ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 、はっきり肩をつけてよ、はっきり肩をつけてよ、はっきり肩をつけてよ。やってられないわ、その人と私のどちらを選ぶの、バイ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 。やってられないわ、バイ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 。やってられないわ。勝手にしやがれ、出て行くんだろう。ちょっと待って、プレイバックプレイバック、今の歌をプレイバックプレイバック。勝手にしやがれ、出て行くんだろう。